本日は、朝倉ミクルバースキラムフの試合結果と試合への声。最後に、結果を見事当てた予言者がいたかを見ていきます。前回の牛ク戦後には、KO をしたかったんですけれど、できなくて残念です。との発言もありましたが、3対0の判定勝利を収め3連勝。世界ランキングも77位と、ライジン、フェザー級では、クレベル出身に続き、盤弱な地位を築いています。 今回の試合展開については、組に来るケラモフと唾液で追い詰める俺の戦いじゃないですか、間違いなく面白い試合になると予測。レスリングタイプの強みを持つケラモフ選手ということで、今回のビットブル兄弟との練習が活かされるのかと思いきや、ケラモフみたいに強いテイクダウン能力を持っている人と練習してきてないので、試合が本場になる。 とケラモフの力をピットブルより上だとし不安予想を話すも俺を簡単につけることはできないと思うし簡単にテイクダウンも取れないと思うケラモフからしたらテイクダウンを切られたり立たれたりになる俺は唾液で圧をかけるのでやってみてですけれどそんなにつけられるとは思わないですねケラモフはパワーとかレスリングとかフィニッシュ力はあるんですけれど唾液が雑な部分があるんでそこに合わせられるんじゃないかなってと天心たける戦含めて展開を予測し的中させてきておりますが自分の展開についても 予言ししておりましたそしてまさかの朝倉海選手欠場には、弟はけがれ欠場、大木久保選手が代打で出場とあっぱれ、勝ったらさらにヤバい、格闘技には怪我がつきものなので仕方がない、俺が盛り上げるよ、と、今回は兄弟揃ってのベルトを目指すということにはなりませんでしたが、明日の計量の明後日試合、いくら稼ごうか、どれだけ知名度があろうか、 リングの上では関係ない強いやつが勝ったやつが正義格闘技の底が好きとすでに引退を宣言していた30歳を超えましたがより上を目指していくことを宣言しておりましたブラッドロー王者のピットベルからも ものすごく頭がいい選手。すぐ教えた技を物にできる。あと自分が思った以上に力がある。僕はすごい強い選手だと思っています。とコメントされておりましたが、トライフォース赤坂での練習がどこまで活かされるのか注目が集まりました。一方のケラモン選手はフェザー級ランキングでは64位で、世界的には浅倉美桜選手よりかも評価。プロ戦績も22戦、18勝4敗ですが、すでにベラトールでも戦ったことのある、実力のある選手です。約2年前の21年に斎藤豊選手に負けたものの、ライジにて3連勝 と勢いにより今回の朝倉未来選手との対戦となりました。ケラモン選手は 7月30日満足できる試合をしたい浅倉未来選手は日本でも世界でも有名なので勝つためにはちゃんと準備をしないといけないという意気込み加えて浅倉未来選手の試合については決して楽な試合にはならない相手はベストの一人とても見応えのある試合になると思います私もサウスポー対策を含めて練習してきてますし準備はできていますと話し大臣はアゼルバイジャンでもとても有名な格闘技団体そんな団体でベルトを負ければすごいことになる前回の無財布の時も国民が祝福してくれたか今回勝ち てればそれ以上だと話していたようにケラムフにとっても人生をかけての大一番となりましたそのように注目が集まった試合結果については1ラウンド互いに見合う場面があるもケラムフが次にテイクダウンマウントポジションで肘を落とされ最後チョークでケラムフが朝倉未来選手をタップアウトで試合終了しました朝倉未来選手も打撃がゼロと圧倒的な試合でした そして、試合に寄せられた声を見ていくと、桜倉未選手自身は試合後、強かったです、反省するまでも何もできなかった、今までの負けとは違う、今のところ目標はないと、悲壮感あふれるコメント、訴訟問題にまで発展しかけた平本選手は、今回勝つんじゃないですか、ケラモフよりかも強いと思います。 格が違うので、余裕の1ラウンド KO で朝倉が勝利と予測しますと試合直前には朝倉未来選手の勝利を予測。また、あまりにもいろんな媒体が朝倉未来バスキラムフに対して、俺が朝倉未来をディスるようなコメントを求めてくるので、朝倉未来頑張れと朝倉未来選手を全力で応援される投稿を残しておりました。そして、もともとフェザー級のベルトを持っていたクルエル選手は、軽量オーバーを起こした地方では、ライジンが、ライジンがどのような決定をしたとしても受け入れる、全ては私のせいだから、クルとキラムがタイトルマッチ をするのもいいしその他の選手が試合をするのもいいですもしチャンスがあれば嬉しいですかというわけの発言ただ時間が経ったためか試合前の youtube ではどちらが勝とうか私がボコボコにします2人はバカ2人は泥棒と辛辣なコメント彼には明日はスーパーブレイキングダウン楽しみと社長の朝ミク来選手の活躍を期待していた圭之介選手も クレルさん、すごいな。ゲールオーバーがなければタイトルマッチにならなかったのに、特言を言われてましたが、テレベル選手、試合直前にも、明日は2位と3位に、賞品があります。また近いうちに、会いましょう。と全力であおり、試合を盛り上げておりました。また、兄、ミクル選手のセコンドに、今回着くことになった、朝倉海選手は、兄、朝倉ミクル選手が王者になれると信じています。全力で応援もしますと、自分が試合に出れなかった分、セコンドも頑張ると語っておりました。 また、元ディープ王者ジョミンさんは、朝倉みくる乾杯。負けるにしても、こんなにあっさり負けるとは思んかった。キラーも強かった。引退だけはやめてほしい。俺は朝倉みくるの試合がまた見たい。タグマさんも、みくるアゼルバイジャンに仕返し行こうぜ。米用が,が、マジか。アンポが、 日本の格闘技めっちゃ面白くなってきた。ライジンすごいわ。俺のオープンフィンガー姿楽しみにしとけ。ケイノのケがマジか、ケラモフ強すぎる。とのコメントを残しておりました。また、格闘技雑誌、チャンス斎藤さんも、BFM 路線化したクレベルとケラモフはすぐに見たいな。アゼルバイジャンでやったら、クレベルの振る舞い次第では暴動が起きそうだよ。とコメント。あまりの強さにドーピング検査もしてほしいとの声が上がりましたが、純粋に個人的には強かったと思います。 最後に、今回の試合の勝利を忖度なしで当てた予言者がいたかを振り返って見ていくと、まず、斎藤豊選手は、朝倉選手がどこまで自分のペースで試合を進められるかっていうのは大事な要素で、序盤がかなりキーポイントになる可能性は高い。やっぱり、ああいう海外の強豪選手って、先制攻撃がすごい強いと1ラウンドが大事だとした。ただ、朝倉選手、頑張ってほしい。勝ってほしいなっていう気持ちがあります。朝倉みくる選手がちゃんと準備して、ちゃんと順番立ててやれば、朝倉選手勝つと思いますね。との予測を共に応援もされていました。 そして、ケラモフ選手と戦いたいと話していた。金原選手は、ケラモフはタックルの練り伏せ方とかもものすごいが、タックル切り続けていけば、ミクルのハイキックを与えていって、ライジンのダメージを重視するという判定基準的にもミクルが判定勝ちつると思うと、ミクル選手の勝利を測また、新龍選手は、 大器とか的確にあって,てテイクダウンしっかり切って判定勝ちと予測しておりました。4人目に石渡り慎太郎選手は、ケラモフでは朝倉みくりに勝てません。8対で朝倉みくりです。おそらく判定勝ち、朝倉みくり選手の右のカウンターと膝蹴りの天下をの特ぎ技が当たると技までして、 5人目にクレベル選手は朝倉が絶対勝ちます。自分は朝倉応援で。ケラモフは強いな。ケラモフは危ない。レスリングとか1ラウンドがケラモフすごく強い。でも私が信じてるのは朝倉。多分パンチ入ったりとか KO できるな。ただ1ラウンド難しいと思う。2ラウンドで KO と100%朝倉みくる選手が勝つと発信しておりました。そして前田明さんは7対3で朝倉みくるが不り。ケラモフは中東アジア系の独特な体の強さを持っている。打たり強いし、立ち技の小技みたいなのも上手い。 グラウンドに持っていかなれなくても、どんどん削られる。ケラモフの片足取りからのいろんなパンチもらって削られるとケラモフ選手のフィジカルの強さを評価。続けて、朝倉兄弟も体幹は強いが、ケラモフは本当に物が違う。想像外。ただ、カウンターからの追撃でダウンぐらいは取れると思う。でも、ミクルができるカウンターは多くないので。 と7対3と予測しているものの圧倒的な負けではないと予測しておりましたなお朝倉美久選手自身は俺がテイクダウン取られるような展開が続くようなら俺が削られて結構危ない展開になる俺くんが案内取れているもちろん俺も余裕で取られると思う 俺が下にいる状態がどれだけ続くかによって響いてくる。ただ俺がテイクダウン切れれば、大液優位な展開になる2ラウンドに KO したいと予測しておりました。以上、今回は朝倉みくるバースキラムフ試合後の声についてまとめてみました。ぜひ試合結果への皆様のご感想についてコメント欄で教えてください。近々限る動画では朝倉みくる選手からこの試合に関しての発言の動画も公開予定ですので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。なお、この試合 u n e x にて独占配信されています。ぜひ視聴にご興味のある方は、概要欄とコメント欄に公式サイトへの URL を記載しましたので、ぜひご確認ください。現在、登録量30日間も無料キャンペーン中です。また今回の動画が良かったら、チャンネル登録、高評価ボタンを押してくださり、通知ボタンも押してくださると励みになります。以上、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。別の動画でも終わりきのを楽しみにしております。